今長者丸ビジターセンターにいます。ここからね、一旦牧野戸に向かって、まずはね舗装路かな。実はここ初めて通るんですよね。長者丸にはバス停があってね、3種類ぐらいあるのかな。本数はねそんなに多くないんですけど、間もなくするとねこうやって歩道の入り口がちゃんと書いてありますね。わあ、これびっくりするぐらいいい雰囲気になりました。ただね、もう10メートルそこは車道なんですよ。車道なんですけど、ちょっと入ったらこんな落ち葉の道になるんだね。車の音はねすぐ聞こえるんだけど、左にもね沢の音が聞こえますね。わあ、これはいいな。わあ、これとってもね温泉の匂いがしますね。この白いのは温泉の成分かな。あー、匂いがする、匂いがするこれ湯の花がいっぱいすごい。あ、これは白水川、筑後川の源流の一つで、硫黄山から流れて酸性が強い、魚が住んでないってことですね。そうだろうな。もうずっと車の音は聞こえるんで、ただちょっと入り込めばねもう全然違う世界になっちゃいますね。わあ、びっくりした。また車道からねこっちの歩道の方に入っていきますね。今回出入りが結構ありますね。曇ってきたな。これ保証温泉のに入るところの道路ですね、舗装路ですね。あ、保証温泉のここを突き抜けていくんだ。なるほど。長者丸から1キロ歩いてきました。で、牧野戸まであと 2.5 キロってことですね。この目の前にあるのがこれ保証林道ってぐるーっと上がるみたいなんですけども、ここはね登らないようにして一旦車道に戻りますね。相変わらずね右側はすぐ車道で車の音は聞こえるんですけど、もうね秋の終わり、紅葉の終わりの時期に来たんですけど、まあ、我ながら良かったなと思うのが一つあって、ここ結構ね舗装されてるんですけど落ち葉でねほぼほぼ埋まってるんですよね。それがね山の中を歩いているような感じもして、うん、いいですね、はあ、あと腰脂が多い、はあ、九十観光ホテルの前ですかね。もうすごい硫黄というか温泉の匂いが強烈ですね。あとここがね注意をしないといけないんですけども、九十観光ホテルのすぐ過ぎたあたりから一旦この車道をまたぎますね。渡ります。渡ってこの九州自然歩道、牧野戸まで 1.8 キロ、ここをね上がります。左側が車道になりました。あー、紅葉もいいんじゃないか。すごい、あ、結構いいですね。結構ここは侮れない。多分これビデオ止めるタイミング難しいぐらいずっと紅葉が続いてますよ。おお、長者丸から2キロですね。もう
完全に真っ赤ですね。すごい。牧野とまではね、あと 1.5 キロということで、いや紅葉ここ見逃せないぞ。すごいもん。いいね。この右にあるね、岩は噴火によってできた溶岩の一部ということですね。頂上までから3キロ歩いてきました。あと 0.5 キロで牧野とですね。ここら辺になるとね、もう車の音がほとんど聞こえません、うん、ちょっとこう山の方に入ってるんでしょうね。車道とはだいぶ離れてるんでしょうね。車のね音がするなと思ったら、あっという間にね牧野と峠に着きました。もうここはね、もう何十回何百回と通ってるから。ポイントとポイントがつながるとやっぱり発見ができますね。嬉しいな。